はい、どうも、ジュウです。今回もスプラトゥーン3バトルモードやっていきたいと思います。さあ、今回はイベントマッチの食アンダー祭りやっていきたいと思います。さあ、ということで今回はスペシャルが縛られた祭りですね。今回のルールはこんな感じでございます。使えるのはスペシャルが食アンダーの武器だけ。スペシャルゲージが自動で速く溜まると、基本ギャバーのみ有効だ。追加ギャバーは効果がないぞということで。まあこれ基本的にはこの間やったウルトラシャッター祭りと基本的には同じなやつですね。で、確か使える武器が、食ワンダーで今6種類になっています。まあこれだけ対象が少ないということは、まあ結構被ることは多いと思いますが、なんとかね、頑張っていきましょう。ということでまずはね、どんな感じか見てみたいですね。さあ、第1試合行きましょう。今回はガチエリア。そしてステージはマンタマリア号ですね。ということで、早速1試合目行くんですが、これは正直ね、あれなんだよね。正直俺、食ワンダーはあんまり使わないので、どうなるかはね、あんまりわかんないっす。さて、危ねえな。オッケー、これで一応ガチエリアは確保して、オッケー、あ、やべえ、危ねえ、やべえやべえ、オッケーオッケーオッケー、こう来て、あ、やべえ、あー、待って、なんかやられた。ジムワイパーか。んー、でもどうだこれは。いけ、オッケー、いいよ、危ない。でも飛び乗れはいいという問題ではないんだけどな。オッケー、でもなんだかんだ今はいいところまで行ってるよ。あー、待って、やるか、ごめん、オッケー。でもなんかダメージは加えたっぽい。オッケー、ナイス。待って、あ、相手ね、オッケーオッケーオッケー、待って、このゲームさ、シューターが一人もいないっていうのがちょっと弱点だよね。待って、全て塗りたい。あ、待って、反対側も塗られてしまってるとこ、はい、オッケー、これでエリア確保。待って、やぶねえな、これ。オッケー、とりあえず一キル。危ねえ、危ねえな、これ。あ、これ一人回転落ちしたな、これ。だったらもう勝てるでしょ、さすがに。まあ、元から勝ちは見えていたと言っても過言ではないんやけど。はい、3、2、1、はい、これでなんとか勝ちました。まあ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 。そうやって、という感じで、まずはね、大事な1試合目ということで、ね、ここはあんまりね、言わなかったんですが、まあでも何度かいけるね、これは。はい、ということで、OK! ハイタッチができました。てか、右のやつどうやってマニューバー投げたんだ。はい、2キル3です。はい。ということで、まずは一つ目のハンコが押されました。はい。じゃあ、これで次の試合頑張っていきましょう。さあ、第2試合目行きましょう。ステージはヤガラ市場。さあ、ちょっとね、ここで武器を変えてみました。北斎ですね。さあ、ということで頑張っていきましょう。よし。とりあえず北斎に持ち帰ってみたので、まあ、これでなんとかうまく立ち向かえればいいかなと思っているんですが、やばい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 、ああ、だっていきなりこうやってされるのもあれだな。おっと、待て、こうして、待て、わあ、待って、なんかが来てるって。
やべえ、ここで一旦回復はしておかないと。さあ、あ、やべえ、いつかなかった。オーケー、でもなんか倒した。いや、やった。やべえ、なんか来てるって。オーケー、オーケー。強い。やばい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 、これ。なるべく回復しておきたい。オーケー、オーケー。危ねえ、危ねえって、これ。危ねえな、これは。オッケー。なんとかうまくいっている。オッケー、オッケー。なんとかまた、エリアを確保。やばいな、もうちょいで、完璧だったが、オッケー、オッケー。このままキープできれば、勝てる。待って、ちなみにさっきからライマーカー来てるのは誰だ？でなんとかこれで対処してやるよ。おりゃあ。オッケー、なんとか一気に優になっている。オッケー、おっと、うまくいってるな。ナイス。ということで、うまくいった。ありがとうございます。いや、でも意外といけたもんなんだな、これって。ということで、2試合目も勝つことができました。素晴らしい。北斎強いのでは、これ。はい。まあ、とりあえずね、こうやって武器を持ち替えてみるのもね、まあ悪くはないと思う。はい、これで4キル1です。っていうか、これスペシャル使うまでもなかったな。オーケー 52.4 も増えた。これは嬉しい。これは嬉しいぞ。はい、また2500増えました。じゃあ次の試合行っていきましょう。さあ、第3試合行きましょう。ステージはマンタマリア号。さあ、ということで頑張っていきますよ。おっと、3人北斎、1人ワイパー。これはなかなか面白い編成だね。さあ、頑張っていくしかねえか、これは。こうやって。いいよ。はい。待て。いいよ、なんだかんだーい。え、待って、なんか一気に襲撃されたんやけど。どういうことだ、これは。え、なに。まあ、まだ始まったばっかりだしね。まだ焦る必要はない。とりあえず、まず一旦回復はさせて。いいよ。これでなんとかリードを広げていきたい。OK。OK。素晴らしい。いいよ、なんだかんだ。で、こうして、待って、パンツ使って、いいよ、OKOKOK。 なんとかね、ここは意外といけるもんなんだけど。わあ、なんか突っ張ってた。わあ、隙を見られてしまったか。 OK、 ナイス。で、ここでジャンプをしていく。オッケー、でもなんだかんだうまくいけてるぞ、これは。でもなんだかんだもうちょっとでいけそう。ああ、やばい。まずい、ここで一気に抑えた。21。やばいな、さすがにちょっと、これは。オッケー、やばい、あー、狙われてた。ふぅ、オッケー、なんかバニューバーもいなくなってた。うわー、なんで。いや、カーボンって、いやー、これ光ったわけだ。待って、今
なんかこっちに来ます。来なかったか。待て、一旦こうして、待て、やべえなこれは。まずいまずい。あ、待て、行き過ぎている。カウントストップ、 OK。 なんとか相手にエネルギーを与えることができたと。ああ、やべえ、もうここはおとなしく出撃するしかない。行け、こうして、なんとか。ああ、待って、反対側、わざわざ反対側来られたんやけど、まずなー、やべえやべえ、行け。うわあ、なに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 、 OK 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 OK、 相手を切る。待って、危ねえ。うわあ、いきなりこっちに向かってきた。待って、残り1分半ぐらいか。 OK OK OK、 一気に一気に攻め込め、こうなったら。ナイス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 、いいよ。でも7番だ。ここら辺に置いといて、待て、さすがにボムにかかる人はいないのか。なんとかペナルティーを減らしていきたい。よし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 、うまい、なんだかんだうまいことができているけど、うわ、なんかやれた。まずいまずいまずい、やられたよやられたよ。あー、やっぱり。待って、このまま行けば耐えれるけど、でも54ならいけるんじゃねえのかな、これは。さあ、何、わあ、もはやこれはなんかちょっとうまくいけてないような気もするけど、まずいな。なんとかなんとか止めないと、止めないと勝てない。そしてこうして、もうエリアを見るのが優先だ。待って、なんかこっちに来てたんだけど、何、さよならさよなら、早く終わってくれー。あー、オッケー、なんか勝った。よう耐えた、よう耐えたわ俺。はい、うますぎです。はい、79カウントだとしても結構ギリギリやったぞこれは。いやー、でもなんだかんだ調子が良かった気もするね。だとしたらめちゃくちゃ危なかったよ俺は。はい、966ポイント、5キル11です。はい、さらに増えて 39.6、 ほぼ40増えたね。よーし、ということで、じゃあまた次の試合頑張っていきましょう。さあ、第4試合いきましょう。ステージはまたマンタマリア号。さあ、ということで次が最後の試合ですね。なんとか頑張って勝てるのかどうか、いきまーす。こうやってまずは普通に塗っていって、で、もうここでもう性的な要求で、もう受ければいいけど、あー、なんかやると、これはカーボンだ。うーん、でもなかなか相手がワイパー2人とローラー2人、でもなかなかあれだね、なかなか悪くはない編成だけど。うわー、オッケー、でもなんか生きる。あー、待って、確保、こいつにしよう。いけ、危ねえ。え、待て、どっか行った？はい、じゃあ。危ねえな、これ。やべえ。ああ。そう、これ、不用意に近づくと一撃でやられてしまうんだよな、こういうのって。待て、こうやって。でもうまくいければいいけどよ。あれ、でも誰か一人抜けた、回線落ちたね、これは。
だったら勝ったと証明してもいいんじゃねえのか。さて、だからといって相手が強かったら意味がないんだよ。さて、だとしても俺らにも勝つ権利があるはずだ。 OK、 ナイス。まあ今4対3になってるからね。まあこれはもう逆転されてもおかしくないでしょう。だってもうこれさ、もう完全にこれ役目なくしちゃってるもんね。で、ここら辺に来てもらって、これなんだかんだいけるもんだね、こういうの。でで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 、で OK。 まあ、いけ、あー待って、なんかやると、あーだとしてもすぐに塗ってくれる。はい、待って、でもふざけてる場合じゃないんだよな。でももう勝てそうやけど。でこれで腕を伸ばす、あ、なるほどね。でこうしてモードに戻されると。で OK、 ナイス、素晴らしい。こうやってるんだよ、食ワンダーは。まあ1回しかやってないけどね。 OK、 でも実質まともにできた試合は2試合目と3試合目なんだけどね。あの時に俺は回線落ちがなかったから。はい、ということで6キル5です。悪くないんじゃない。はい、プラス 31.8。はい、もうこれで一気に5勝してしまいました。 OK、 もう一気にカタログレベルも上げちゃったね。 OK、 ということで今回は食ワンダー祭りをやりました。じゃあせっかくなんで今回は一回引いてみますか。はい、今回はあ、ダメでした、ステッカーでしたね。はい、残念。ということで次回のイベントマッチは、はい、こちら、ハテナになってます。これは何なのかというと、まあ、公式ツイッター見ればわかると思いますが、これは新シーズン開幕記念カップですね。これ、縄張りバトルで、新しく追加される2ステージがこちらのイベントマッチになるんですよ。で、こちらが日曜日に開催されるので、まあ、そちらもね、ぜひ動画化でやっていきたいと思います。ということで、新シーズンももうすぐですね。ということで、新しいシーズン、もう1年が経ちますが、なんとかね、2年目もなんとか頑張りたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。